どうもなおちんです。本日も戦国無双5をやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は徳川家康を使っていきたいと思います。家康使ってますか？めちゃくちゃ強いよ。家康の得意武器は2刀です。固有チャージがチャージ2、そしてチャージ4,5,6,7,8,9,10,11、かなりあるよね。すごく面白いんで使ってみましょう。それではまずはチャージ2。受けてみよう。受けてみよう。受けてみよう。このチャージ2、固有チャージの割に攻撃力も範囲もいまいちなので、そこまで使うことはないかもしれません。続いてチャージ4から11。このチャージ攻撃がとにかく強い。むちゃくちゃ強いのよ。しかも便利、すっごい便利。まあ、攻撃かなり長いことして、その後にチャージ攻撃に移れるので使い勝手が抜群。最初にチャージ攻撃で走っていくっていうのも全然あり。すごいよこれ。それでは行きましょう。まあとにかくこのチャージ攻撃でぐるぐる回って突っ込んでいけば大体いける。妨害もねそんなに受けないのよね。すごい。信長もねこれと似たような技があるんだけども、あっちはまあこれよりも高威力よ。威力は抜群にあるんだけども、ここまで素早くない。これのいいところは移動としてもめちゃくちゃ使えるってことよね。もう超攻撃の移動だからこれは素晴らしい。特にね、無双演武じゃなくって天井演武、こっちの方の、まあ、タイムアタックみたいなところではすっごい使います。ヒット数もすごいからね。ヒット数もやばいぐらい出るので、スコアもねめちゃくちゃ出る。おそらく全キャラ中一番出るんじゃないかな。まあ分からない。まだね使ってないキャラもいるんだけども、これね俺間違いないと思うよ。間違いなく家康が一番使いやすい。これはね絶対だと思う。2頭のキャラで鹿之助もいるのよ。鹿之助もこのチャージ攻撃固有なんだけども、ここまで使い勝手は良くない。あいつも大概いいんだけどね。使い勝手はいいんだけども家康ほどじゃないです。でもね家康ね、最初出た時はすげえ弱いなと思ったんだよ。2頭全然使えないじゃんと思ったけど、成長していったらやばかった。ほらほら全然途切れないもん。余裕余裕。よしちょっと待ってね。こっちをある程度片付けて、ネームドを片付けに行こうか。あれちょっと待って。なんで まあいいか。コンボが途切れてた。コンボ途切らせないようにね、このキャラチェーンしていくっていうのがすごい重要だもんね。余裕です。いけ。当たってない当たってない。知らない。なんだ。あ100体何でもいいから撃退せよね。これは余裕です。もうここは家康に任せとけば全然いけたでしょ。余裕なのよ。もうすでに28,000、これはかなりいいと思います。だいぶスコア取れてるね。間違いなく S ランクは取れる。こいつで S ランク取れなかったことほぼないかな。とにかくこのヒット数で全然スコア稼げるんでいいですね。まあ言うたらスピードタイプみたいな感じかな。スピードタイプ。
こういう系はね、やっぱ強いもんね。ね、いつだっけ ?1 年前かな出た、ワンピースの海賊無双。あれでも、スピードがあるやつは、めちゃくちゃ強かったもん。よし。じゃあ、もうちょっと、かな出てこないか。こいつの固有チャージ、2があるじゃない。固有チャージのチャージ2。あれは、使わなくていいと思う。とにかく、これでね、ぐるぐる回っといてください。間違いないから。よし、OK。でね、ユニーク装備が、この献上演武でも出るのかなと思ってるんだけど、未だに出てないんだな。一個も出てない。なので、あれは無双演武でのみ出るのか。かもしれないね。まあ、あれがユニーク装備が出ないっていうのであれば、ちょっと待ってね、いや喋ってるのなかなかね難しいな。ユニーク装備がこっちで出ないってなるならば、まあ地獄とか難しいでやる意味はそこまでないのかな。ちょっと待ってね、こっちにネームドが来てるんで、こいつがね、ここにのさばってると結構失敗することがあるんで、そこは忘れないようにいくよ。もしかすると出るかもしれないけどね、こっちでも。でももう6、7時間ずっとここやってるけど一個も出てないんで間違いないかもしれない。おー、鹿之助出たー。二刀仲間だ。鹿之助もね、最初使いにくかったけども成長させると結構使えるようになったかな。まあまあ人それぞれだと思うけどね、自分のプレイスタイルに合わせたやつを使うのがやっぱりいいけど、でもこれは本当万人向け、誰が使っても使いやすいし強い、間違いない間違いない。もしかするとこのハンマーとかね、もっさりしてる攻撃の方が好きっていう人にはちょっと早すぎるよってなるかもしれない。もしかしたらね。よし、これで最後かな。最後は必殺でちょっと締めちゃいましょう。切り伏せる、気持ちよく決めていくよ。堪忍ならぬ、決まったね。かっこいい。はい、ということで戻ってきました。徳川家康、これマジで使いやすさ全キャラナンバーワンだと思うんでやってみてください。まあ、とにかくどこからでもつながるチャージ攻撃が便利すぎる。もうこれをやりだすと、なんだろうな、他の武将がちょっとめんどくせえなって思う時があるんだよね。なのでちょっとやってみてください。あ、そしてね、コメントでたまにあるんだけども、無双演武と献上演武、これどっちからやった方がいいですかという質問なんだけども、無双演武こっちからやりましょう。この献上演武は全クリした後からでもいいので、これはね後回しにして無双演武、これで全クリを目指しましょう。ではね、またやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。